どうも皆さん、きっとこんばんは、むとゆきです。今日はですね、B ホンボさんの方で30円ストレージを探索してまいりまして、個人的にはですね、過去一のストレージでした。それでは、行ってみましょう。今回ですね、紙ストレージっていうこともあってですね、枚数的にはこんなにもたくさん買ってしまったので、巻きで喋りたいと思っています。それでは、まず1枚目がこちら。ブルーアイズの会話デッキに入ってるやつですね。英語表記になってるやつになっております。もともと別のショップのストレージで1枚ゲットできたので、これで2枚目ですね。こういうのはストレージで見つけるからこそテンションが上がりますよね。次からのカードがですね、初期のジレアになっております。今回めちゃめちゃ初期ジレアが入っておりまして、もう大量に回収してきました。まず1枚目がこちら、ホーリードールのジレアですね。いや、めちゃめちゃいいね。初期ジレアの中でもかなり好きなカードの方なので、めっちゃテンション上がりましたね。しかもホーリードールに関しては、なんと2枚落ちておりました。しかもこっちがですね、エラーカードと言っていいのかよくわからないんですけど、めちゃめちゃ枠ずれしてるんですよね。右側に寄っちゃってるので、さらにレア感増していいっすね。ホーリードールはめちゃめちゃ好きです。お次のカードがこちら。マキャノンのジレアですね。今回バニラのジレアはこいつがラストですね。こいつも結構人気のあるカードじゃないんでしょうか。昔どっかのショップでですね、ストレージで入ってるのを見たんですけど、買わずに帰ってしまってですね、ちょっと後悔してたので、今回また再開できて嬉しかったですね。初期のバニラジレアめちゃめちゃいいよね。お次のカードがこちら、見習い魔女のジレアですね。ここから効果モンスターになっております。このカードも結構人気があるカードじゃないでしょうか。こいつが30円ストレージで結構状態もいいのはなかなかレアなんじゃないでしょうか。いいね。お次のカードがこちら、剣の女王の初期ジレアですね。これも結構人気があるカードじゃないでしょうか。昔の遊戯王の女性キャラクターはですね、今の可愛い感じとか美人な感じとはですね、ちょっとこうタッチが違ってですね、なかなか味のあるイラストなんですよね。それがまた初期のですね、良さを際立ててるような気がするんですよね。いや、なかなかファンが多いんじゃないでしょうか。剣の女王ジレアですね。お次のカードがこちら、リトルキメラのジレアですね。まあこちらは先ほどの女性カードたちよりかは人気はないんじゃないかなと思うんですが、ストレージで初期ジレアがあると思わず買っちゃいますよね。なかなかデザインも素晴らしい。お次のカードがこちら、スーパースターのジレアですね。こいつは結構人気どころなんじゃないでしょうか。結構有名な初期ジレアかなと思うんですよね。そしてですね、このスターつながりでスターボーイのジレアも落ちておりました。皆さんはどちらのスターがお好みですかね。僕は左のスーパースターの方が個人的にはお気に入りのカードになっております。はい、ここからですね、魔法カードのジレアになっております。まず1枚目がこちら、草原のジレアですね。これは確かスターターボックスのジレアですかね。同じくですね、フィールド魔法のジレアがもう1枚落ちてまして、海もありました。残念ながら他のフィールド魔法がなくてですね、地道に他のストレージでゲットしたいなと思っております。お次のカードがこちら、神の息吹のジレアですね。これもまた初期遊戯王って感じですよね。この真横アングルっていうのがですね、初期感ありますよね。逆転の女神とちょっと似たようなアングルですね。こういうデザインはめちゃめちゃ好きですね。初期カードならではで大好物です。お次のカードがこちら、戦士抹殺のジレアですね。こいつはどうなんでしょうか。遊戯王カードは抹殺のホニャララシリーズとかですね、結構出てるんですけど、もしかして第1号なんですかね。このカードはフィールド上の戦士族モンスターが一掃されちゃうので、城之内くんには気をつけていただきたいカードの1枚ですね。お次のカードがこちら、秘術の書のジレアですね。こいつはなんかブラックマジシャンとかですね、そいつらにこう使われるようなイメージですね。原作とかでも使われてたのかな。しかもなんかちっちゃい頃持ってましたね。これジレアじゃなくてノーマル持ってたような気がするんですけど、非常に思い出のあるカードになっております。お次のカードがこちら、永遠の渇水のジレアですね。これも先ほどの戦士抹殺と似ておりまして、魚族モンスターが一掃されるというですね、昔ながらのサンダーボルトチックな効果を持ったマジックカードになっております。そしてこいつはですね、同じジレアがもう1枚落ちておりましたので、2枚とも回収してきました。お次のカードがこちら、火炎地獄のジレアですね。こちらになっております。
これなかなか効果面白くてですね、相手ライフに1000ポイント与えて自分は500受けるってやつなんですけど、なんか昔のデュエルとかであれば最後の方に使うとこれでなんか終了したりしそうなカードですよね。そしてこいつもですね、2枚ありましたので2枚とも回収してきました。今回のストレージはですね、2枚セットであったり3枚セットであったりとかですね、結構まとめて売られてましたので、非常にストレージ探索がテンション上がりましたね。お次のカードがこちら、トゲトゲ神の殺虫剤ジレアですね。これはですね、何がいいかってもうタイトルがいいっすよね。トゲトゲ神の殺虫剤。普通であればですね、殺虫剤のみのタイトルで良さそうなんですけど、トゲトゲ神のってついてるのが昔って感じがしていいっすよね。こいつもですね、サンダーボルトチックな感じで昆虫族モンスターが一掃されるということで、インセクターハガには気をつけていただきたいカードですね。そしてこいつも双子ちゃんで落ちておりましたので、両方回収してきました。お次のカードがこちら、三の嵐ジレアですね。こいつもですね、似たような効果を持ってまして、機械族が一掃されるカードになっております。そして当然のごとくこいつも2枚ありましたので、両方とも回収してきました。機械族なんでね、バンデットキースには気をつけていただきたいと思っております。お次のカードがこちら、ポセイドンの力のジレアになっております。そして今回こいつはなんとですね、唯一の3枚セットで落ちておりましたので、全て回収してきました。3枚あれば3枚買っちゃうよね。お次のカードがこちら、今回ですね、唯一のトラップカードの初期ジレアになっております、飛来神ですね。そしてこいつも当然のごとく2枚落ちておりましたので、2枚とも回収してきました。サンダーボルト撃たれた時のピンポイントトラップになるので、なかなか使いどころが難しいと思うんですが、最近はあるんですかね、こういったピンポイントのトラップカードっていうのは。ハーピーの羽暴起に対するグリフォーの翼、それぐらいしか僕ちょっと知らないんですけど、もし他にもあれば教えていただけたらと思っております。イラストもなかなかかっこいいよね。はい、ということで怒涛の初期ジレアシリーズになっております。こんなにもまとめて初期ジレアが落ちてることは今までなかったので、めちゃくちゃテンション上がりましたね。次からは初期ジレア以外のカードになっております。まず1枚目がこちら、発光の美少女の2期ジレアになっております。そもそも自分はですね、ジレアがあるのを知らなかったんですよね。今回初めて知ったので回収してきました。スーパーも似合うんですけど、ジレアもなかなか合いますね。お次のカードがこちら、ブラックマジシャンのデュエルターミナルジレアになっております。こいつですね、もともと1枚持ってたんですけど、なかなか2枚目以降出会わなかったので、ストレージで出会えてラッキーですね。昔は100円200円ぐらいで買ったような気がするので、今回かなりお得に買えたんじゃないかなと思います。ストレージなんですけど、状態もですね、そんなに悪くないので、こいつはなかなかいい買い物ができたんじゃないかなと思っております。お次のカードがこちら、混沌の黒魔術師のスーパーレアですね。型番的にはデュエリストパックに収録されてるやつですね。まあこのカードはそんなに珍しいカードでもないので、ストレージにあっても不思議ではないんですけど、最近ストレージで混沌の黒魔術師見なくなったんですよね。昔はちょこちょこ見かけてたんですけど、思わず久しぶりに出会えたんで買ってきました。こいつもですね、僕の好きなカードトップ10にランクインしているカードで、コレクションファイルに並べておりますので、この子も追加してあげようと思っております。お次のカードがこちら、スーパーウォーライオンのスーパーレアになっております。まあ残念ながらウルトラレアではなくてスーパーレアの方になってますが、まあ30円なんで見つけたので買ってきました。状態はですね、ちょっと擦り傷が多いんですけど、何気にまだ3枚持ってなかったので、とりあえず枚数稼ぎに買ってきたって感じですね。お次のカードがこちら、同じパックに収録されておりますカオスソルジャーのスーパーレアですね。そしてカオスソルジャーもですね、2枚ありましたので両方とも回収してきました。もうご覧の通り2枚ともですね、めちゃめちゃ状態は悪いですね。ただカオスソルジャーなので、なかなかですね、ストレージにあることはないんじゃないかなと思って、今回2枚とも回収してきました。こいつらもですね、コレクションファイルに入れたいなと思うんですけど、状態がもうちょっといいやつをお安く買えたらですね、ちょっとバトンタッチしたいなと思ってますので、それまではこいつらに活躍してもらいたいと思ってます。デザインがやっぱ神だな。お次のカードがこちら、マシュマロンのウルトラレアになっております。しかもマシュマロンも2枚落ちてましたので、両方回収してきました。型番が PP なんで、マシュマロンってプレミアムパックで入ってたんですね。カード自体は昔から知ってたんですけど、まさかプレミアムパックになってるとは思わなかったですね。こいつを見ると初代デュエルモンスターズの最後の
アテム対表遊戯のデュエルを思い出しますね。めちゃめちゃ懐かしいカード。お次のカードがこちら、ガイウスのウルトラレアになっております。そしてこいつも2枚あったので2枚とも回収してきました。正直こいつだけですね、他のカードとちょっとこうジャンルが違うというかですね、タイプが違うカードなので今回買うかどうか悩んだんですけど、まあ30円だったんでもう思い切って買ってきました。買ってきた後にですね、ファイルを見直すと2枚持ってたので、あ、1枚だけでよかったかなと思うんですが、まあ、コレクターあるあるじゃないですかね。自分がこのカード何枚持ってるか忘れてしまうってやつですね。はい、そしてここからがですね、個人的には結構熱いゾーンになっております。ここからはですね、すべて初期かつのスーパーレア以上のカードたちになっております。まずトップバッターはこちら、ロードオブドラゴンのシークレットレアになっております。まあ、こいつはですね、いろいろなストレージで見かけるので、まあ、正直そんなにレアっていう感じはないんですけど、なおかつもう10枚以上多分持ってると思うんですけど、思わず買ってきてしまいました。30円なら買っちゃうよね。お次のカードがこちら、硫酸の溜まった落とし穴ウルトラレアですね。何気にこいつ初ゲットなんですよね。買おうと思えばいつでも買えるようなカードなので、ぶっちゃけ今まで手を出してこなかったカードなんですよね。ストレージに入ってるのは初めて見たので今回買ってきました。この落とし穴シリーズでも結構好きなイラストになるので、これは結構嬉しかったですね。まあ、ただ状態はですね、ご覧の通りだいぶ痛みが激しいですね。お次のカードがこちら、書き付きインセクトアーマーのウルトラレアですね。来ました、インセクター派が。これもですね、地味に初ゲットになっております。ショップでもですね、数百円で売られてるのを見るんですけど、わざわざ店員さんを呼んでショーケースの書き付きインセクターマーくださいっていうのは今までしてこなかったんですよね。そして先ほどのですね、硫酸の溜まった落とし穴と同じく初めてストレージで見たので回収してきました。この背景の色といいマジックカードの感じが合いますね。そして攻撃力が700ポイントアップするのはなかなか強いですよね。お次のカードがこちら、カタパルトタートルのスーパーレアですね。こいつもですね、初ゲットなんですよ。地味に今までゲットできなくて初めて購入できました。こいつはですね、背景の銀色みたいなのが結構かっこいいんですよね。これも遊戯がアニメでよく使ってるのを見てたので、思い出に残ってる人は多いんじゃないでしょうか。ストレージでこいつも初めて見ました。めちゃめちゃラッキーかなと思ってます。お次のカードがこちら、リボルバードラゴンのウルトラレアですね。リボルバードラゴンはですね、初期カードの中でも好きなカードトップ5には入るめちゃめちゃかっこいいカードかなと思ってます。背景やばいよね、この紫と緑の融合みたいな感じのがですね。そんでこのコイントスでですね、効果が決まるっていうのもなかなかギャンブル性があって面白いですよね。小学生の頃からめちゃめちゃ憧れて欲しかったカードなんですけど、ちっちゃい頃は持ってなかったんですよね。こうやって昔の憧れのカードが30円のストレージでですね、ゲットできる時代になりましたよ。ちっちゃい頃の俺が見たらびっくりするだろうな。すごいよ、レイは。さあ、残すとこあと3枚になりました。ここからもですね、なかなか激アツなんじゃないかなと思っております。まずはこちら、カースオブドラゴンの初期ウルトラですね。いやー、熱いね。カースオブドラゴンがストレージにあるのは。まあ、ご覧の通り状態はですね、もう悪いです。バクキラとかがですねすごいのでボロボロにはなるんですけど、いや、カースオブドラゴンがストレージに刺さってるっていうのがロマンがありますよね。最初見た時2期かなと思ったんですけど、見事に初期のウルトラでした。いや、いいね、めちゃめちゃかっこいいぜ。遊戯はあんまりドラゴン系のカード使わないんですけど、こいつはよく使ってましたね。背景のピンクなところもですね、このカードと合っててめちゃめちゃ好きなんですよね。復刻版とか出たらめちゃめちゃ欲しいなぁと思います。こいつがストレージは最高すぎる。お次のカードがラスト2になります。そのカードがこちら、はい、なんとブラックマジシャンの初期ウルトラレアになっております。若干屋台レアっぽく見えるんですけど、これは屋台レアではございません。本物のブラックマジシャンになっております。今回買ったカードの中でおそらく一番状態が悪いかなと思っております。屋台レアっぽく見える理由がですね、カメラでは見にくいと思うんですけど、すごいテープが貼られてるんですね。裏から見ると分かりやすいのかな？こんな感じで、両サイドですね、テープが貼られて補強されてるんですよね。多分テープがないとベロンベロンになるからですね、止められてるのかなと思います。
この状態かつのテープ付きになるとですね、おそらく多くの人はこれは状態が悪すぎて変えたもんじゃないって思う方が多いと思うんですけど、いいじゃないですか。ブラックマジシャン初期ですよ。こいつがですね、ストレージに普通に刺さってるんですよ。今回ですね、このブラックマジシャンをゲットできたのは、ブラックマジシャンだけじゃなくて、ストレージのロマンも一緒に買ってきたと思ってるぐらい嬉しかったですね。僕が持ってるブラックマジシャン初期の中でもダントツボロボロなんですが、ある意味ですね、思い出に残っていいんじゃないかなと思ってます。初期の一軍ファイルには入らないんですけど、別にですね、初期をまとめたファイルがあるので、そちらには入れようかなと思っております。数々のデュエルを経験してきたブラックマジシャンなんでしょう。こういうのがたまらんね。お次のカードがラストになっております。おそらくサムネにもですね映ってるんじゃないかなと思うんですが、ラストはこちら、ブルーアイズの初期ウルトラレアになっております。こちらもですね超歴戦になっております。もう四隅とかがですね、もう白掛けというレベルではなくですね、もう周りが全体的に白くなってますね。もう左下なんてもうめくれちゃってるような感じですね。状態的には先ほどのブラックマジシャンみたいにテープがついてたりするわけじゃないので、そこまでは悪くはないんですけど、まあ本当にもう超歴戦って感じですよね。それでもブルーアイズの初期って欲しくないですか？僕はですね、もうどんなに状態が悪くてもブルーアイズの初期だったらゲットしたいなと思うんですよね。それがですね1000円2000円するのであればためらいますけど、今回は30円でこいつをゲットできてますので、僕としてはかなり大満足になっております。そもそもブルーアイズの初期を30円ストレージで見つけたのは今回が初めてなので、めちゃめちゃテンション上がりましたね。こいつだけに限らず初期のですねウルトラレアとかがたくさん刺さってたので、今回マジ神ストレージだなと思いましたね。いやたまらんね。やっぱかっこいい。傷があってもブルーアイズは一緒ですからね。お店のレジに持っていた時にもですね、お兄さんも、いや状態悪いですけど初期のブルーアイズには変わりないですからねっていうことでおっしゃってまして、いやマジでその通りだなと思いますね。こいつが30円ストレージにあるのは神すぎるね。はい、以上がですね、今回 B 本舗さんの30円ストレージでゲットしてきたカードたちになっております。枚数がかなり多かったので、いつもの動画みたいにですね、1枚のカードに対するコメントの時間がちょっと短くなってるんじゃないかなと思うんですが、やっぱどれもいいですよね。しかもこれが全部30円ですからね。この枚数買っていくらだったかな ?1500 円ぐらいだったと思います。やばくないですかね。特に後半の初期、ウルトラレア、スーパーレアとかですね、30円ストレージにこいつが入ってていいのかみたいなカードが続いてましたので、いやーマジテンション上がりましたね。もともとですね、僕が行った前の日に B 本舗さんが X の方でストレージを更新してますみたいな感じでこの画像付きで載せて投稿されてまして、その日はちょっと行けなかったので、もう次の日になってるので、もう他の方に買われてるかなと思ってストレージ探し始めたらですね、結構ポン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 このカードたちが出てきたので、どれぐらいかな ?1 時間以上は多分ですね、粘ってこいつらをゲットしてきました。ストレージ見始めて1時間ぐらいでブルーアイズが出てきて、その後10分後ぐらいにブラックマジシャンを見つけて終了したみたいな感じですね。普段はショーケースの中で見るカードがこうやってストレージで見つけることができるのは、ストレージ探索の醍醐味なんじゃないかなと思っております。ぜひ皆さんもですね、ストレージでこのカードを見つけたぜみたいなのがありましたら、コメントで教えていただけたらと思っております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイチャー。